路線ズエルベカワ沿いを走る U3000 ハンブルク地下鉄はドイツハンブルクを走行する地下鉄。1912年に運行を開始した。路線の全長は約105キロメートル、全線標準機、直流750ボルト、第三機乗方式で電化されている。運営するのはハンブルク高架鉄道で、その名が示すように、 地下鉄と呼ばれながらも実際には地上を走行する。区間が約6 1トルと長い。現在は4路線が運行されている。U1 は、ノルダーシテッドミッテ駅から、ハンブルク国際空港に近いオールスドルフ駅、ハンブルク中央駅南駅などを経て、フォルクスドルフ駅で分岐して、オールシュテッド駅か、グロースハンスドルフ駅へと通じる。U2 は、ニエンドルフノルド駅から、 中央駅北駅を経て、ミュンメルマンソベルク駅へと通じる。U3 は、いわば数字の、6を左右反転したような経路で走る。バンツベックガルテンシュタット駅から、バルムベック駅、中央駅南駅、歓楽街に近いザンクトパウリ駅などを経て、バルムベック駅に至る。U4 は、U2 ユングフェルンシティ区駅で分岐し、市中心部西側を回って、エルベ川北岸。 再開発中級港湾地区のハーフェンシティ、ウニバジテート駅まで営業中、U2 東方面へ乗り入れ、中央駅北駅などを経てビルシテット駅まで直通運転されている。2018年にハーフェンシティウニバジテート駅からエルプブリュッケン駅まで延伸予定。U5 は現在ハンブルク鉄道で2021年までに計画を作成し、 2026から27年までに完成予定の沿線である。主に現在予定されているのは、ステリンガンなど北西から南東へ向かい、都市部を抜け、ビンタージュダを北上し、バームフェルドを終着駅とした計画である。以下が U1 から U4 までの停車駅である。また U バーンではあるが、都心部以外は地上を走行することが多いため、トンネルの長さも平気する。 ありがとうございます。